シャシャシャネルの新作財布をゲットしました。ホワイトが人気ナンバーワンなんだけど、ラスト1個をゲットできた私はやっぱりラッキーがあるかも。あ、この前のルイルイルイブットンの財布は妹が欲しいって言うからあげちゃいました。買って3日だったけどね。今日もいいねがたくさんついてる。フォロワーも1万人超えで、私は立派なインフルエンサーね。彼女の名前はミキナ。承認欲求の高さがエベレスト級の25歳独身。うん、でもシャシャシャネルの新作財布をリボ払いで買っちゃったから、また来月から厳しくなっちゃうな。でもダビスタグラムのいいねには変えられないわ。ミキナはいわゆる持ち物マウント女で、人よりもいいものを持っていないと気が済まない性格だった。食費を削ってでも欲しいものは手に入れていたが、その姿を誰にも悟られないようにしていた。これは見えっ張りなマウント女が承認欲求の谷底へと落ちるまでの転落ストーリーである。今夜のディナーは国産牛のステーキと解禁されたばかりの高級ワイン。もう何日連続で食べたかわからない。おはようございます。あ、ミキナおはよう。で、そのバッグってもしかして、発売開始から3分で売り切れたプラダの最新モデルじゃない？そうなの？これプレゼントされたものだから分かんなかったの。くぅ、また例の彼にもらったの？ミキナって本当に羨ましいな。運よく買えたとしても30万円オーバーだし、普通の OL にはボーナスが出ても厳しい額だよね。なあが、実際にはミキナもこのバッグを手に入れるのに相当な苦労をした。たったの3分でソールドアウトだと？何が何でもゲットしてやるんだから。やったー、メルカリカリで転売ヤーから40万円で買えた。すぐに届くから連休明けの出社には間に合って持っていけるわ。ミキナはどんなに自分が損をしてもモラルに反していることでも、プライドを満たすためには何でもやった。そう、全ては羨ましがられるためだけに。まあでも、ブランド物を一つ持っておくと長く使えるし、安いバッグを買って安物買いの銭失いをするよりはいいよね。そうだけど、実際にそのブランド品1個を買うのが大変なんだよな。運よくメルカリカリで安く買えたら、本の字だよね。あんたたちの2万くらいのバッグと私のバッグは違うのよ。やっぱり40万円でも買って正解だったわね。ミキナは自分の持ち物すべてに全身全霊をかけてマウントを取った。ああ、その口紅エロスの新作じゃない？うん、そうだよ。それって一つ1万円以上するやつでしょ？よく買えたね。私は値段っていうよりも自分の心がいいと思ったものを買うことにしているの。だったら1万円でも500円でも変わらないよね。かっこいい。1万円と500円なら比べるまでもなく1万円のものの方が価値があるに決まってるでしょ。どうせあんたたちのコスメなんて全部合わせても5000円以下じゃない。その口紅も限定品ですぐに売り切れちゃったんでしょ？デパートで並んで買ったの？そうそう、すごい人だったんだけど、なんとか色味も選べて買えたんだ。本当はいろんなフリマアプリやオークションサイトを見て回って色を選ぶ間もなく即買いしたんだけどね。それからもミキナの持ち物マウントは勢いを増した。みんな、この前の連休にハワイに行ってきたからお土産渡すね。ありがとう。で、そのアクセサリーはハワイアンジュエリーじゃん。しかも宝石が大きい。高そう。大したことないの。私、子供の頃からハワイはしょっちゅう行ってたから、旅行というよりも買い物感覚で買っちゃうんだよね。羨ましい。ああ、どうしよう。ハワイに行くだけでも大変だったのに、ジュエリーが予想以上に高かった。円安だし、物価高だし、もう地獄よ。このハワイ旅行は格安航空会社で行き、買い物が済むと速攻で帰国した。ジュエリーはクレジットカードで一括購入したものの、後にリボ払いに変更している。同僚にも羨ましがられたことだし、あのジュエリーはもう出品しよう。何か突っ込まれたら、年下のいとこにお下がりであげちゃったって言おうと。ミキナはリアルでもネットでも素敵な架空の自分を作り上げた。顔や体にはいつか老いが来るものの、物にはそれがないため物でマウントを取っているのだ。仕事が終わってお風呂上がりはハーゲンダッチのアイスだよね。っていうか、小さい頃からハーゲンダッチ以外のアイスを食べたことがない私。
昔から私のファッションを好きでいてくれる年下のいとこに、このワンピース可愛いと言われたので、またお下がりします。一回しか着てないけど、年下のいとこが可愛すぎるのだ。ちなみに、ミキナに年下のいとこはいない。今日で一ヶ月連続でカップラーメンか。ご飯が食べたいけど、お米を買うお金がない。際限なく買い物をしているため、ミキナはろくに物を食べていなかった。こんな生活をしていれば、当然ながら体にも異変が出る。おはよう。おはよう。ミキナ、なんだかニキビが多いね。本当？ここのところ忙しかったし、ストレスじゃない？ケアしないとね。そうなの。もう忙しくて寝る暇もなくてさ。でも私にはこの美顔器があるから、今夜から徹底ケアをしないとね。あと今週末はエステだし。あ、これ5万するやつ。これですぐにお肌もツルツルになるね。でもさ、本当にミキナってお金あるよね。そうだね。この時ミキナは財政破綻寸前だった。毎月の給料も様々な返済で消えるので、1円の貯金もできないどころかマイナスだった。ものではないが、ミキナは高級エステで自分磨きをしていることもマウントの一つだった。当然ながら高額なエステのプランに出せるだけのお金がなく、お得意のリボ払いだった。よく行くエステでリラックスタイム、自分の体にもご褒美をあげたいから、70万円のプランなんて必要経費だよね。自宅に帰って貯金箱を壊してみると、中には1円や10円しか入っていなかった。もうこのままじゃやっていけない。なんとかしてお金を稼がなきゃ。とは言っても会社は副業禁止だし、もしもこっそりバイトしていることがバレたら、お金がないことも知られちゃう。何か家でできる副業はないかな。ん？1日数時間の SNS で月収50万。簡単副業の秘密を教えます。これだわ。ミキナはネットで見つけた副業にチャレンジすることを決め、アカウント所有者のトーマという男に連絡を取った。ということで、 SNS マーケティングに必要なことは何といっても集客力です。僕が教える副業は即効性もあって。なるほどね。確かに SNS での活動を収入にしている人もいるし、私もこれでお金を稼げたらブランド物を買うのに不自由しないわ。お願いします。はい、ミキナさんは30万円のコースですね。これからは僕のセミナーに参加していただくほか、 SNS で稼いでいくノウハウを毎日3000文字のメルマガで。ミキナはこの SNS 副業に30万円を支払った。この副業はまずノウハウを購入するところから始まるのだが、クレジットカードが使えず現金のみだった。楽々副業で2日で12万円の収益発生。OL の私でも簡単に稼げちゃいましたと。ミキナは新しく開設させられた SNS に嘘を書き連ねた。彼女の SNS には簡単に収益を得たということを真に受けたネット民たちが集まった。あ、 DM が来てる。ミキさんからぜひ稼ぎ方を教わりたいです。つきましては今度ぜひ通話したくか。このように連絡してきた人に関しては高額なノウハウを売りつけ、契約が成立すると30万円のうちの何割かがミキナに入るという仕組みだった。なあが、こんな話に簡単に乗る人間はいない。ミキナの SNS を見て話を聞きたいという人は多かったが、なかなか契約にまでは結びつかなかった。はあ、どうしてみんな30万を出してくれないの。こんな状況を懸念してミキナはトーマに相談した。どんなにリプしても通話しても契約が取れないんですけど。ああ、それはミキナさんの SNS のアイコンが魅力的じゃないからですね。今一度僕が SNS を診断してあげますよ。費用は6万円です。お願いします。こうしてミキナはトーマに言われるがまま必要経費を支払い続けた。それでも契約は一つも取れなかった。なんで？トーマさん、この SNS 副業って本当に稼げるんですか？私、もう何ヶ月もこれをやってるのに、一つも契約が取れないんですけど。ああ、たまーにミキナさんみたいな人がいるんですよね。あなたは契約が取れるだけの努力をしていると思ってるんですか？え？僕が教えているセミナーの生徒さんたちは、みんな文句も言わずに一生懸命やって、契約をいくつも取っていますよ。中には月収150万円という人もいますし。
そもそも楽して稼げるなんてことはありえません。本気でこの副業で稼ぎたかったら本業を投げ打ってでも命を懸けてやるべきなんです。わかりました。簡単に稼げると聞いていたミキナは話が違うと思いつつも30万円を払ってしまった手前辞めることもできなかった。副業で稼げないばかりか借金すら膨らんでいるにもかかわらずミキナは持ち物マウントもやめられなかった。それモデルのランちゃんが着てた10万のワンピースじゃん。こんなの普段着だよ。わあリッチだね。宝石は自分を輝かせるためのもの。女の子はキラキラしたものが好きだからついつい毎月買っちゃうんだよね。そんなことをしている合間にとんでもないことが起きた。なんとトーマが紹介している副業が違法性のある勧誘として消費者庁に公表された挙句、トーマが詐欺罪で逮捕されたのだ。やっぱりあれって詐欺だったんじゃん。ミキナは契約を取ったことがなかったが、トーマのセミナーの生徒だと SNS に書き込んでいたため、ネットでは罵詈雑言を浴びせられた。私だって被害者なのに、金返せなんて言わないでよ。そもそも1円ももらえてないし。ミキナの不幸はこれで終わらなかった。今日嬉しい給料み。新作のコスメを買って SNS にアップしようっと。貯金ゼロ円ってどういうこと？お給料が振り込まれてないじゃない。なぜか給料日当日にミキナの口座には1円も振り込まれていなかった。怒ったミキナはすぐに会社に駆け込んだ。給料日に給料が振り込まれてないなんてどういうことですか？困るんですけど。ちょっと来てくれるかな。給料についてだが、会社に差し押さえ通知が届いた。だからこちらとしては君にお給料を支払ってはいけないんだよ。差し押さえ？ミキナ君、一体何をしたんだい？実はミキナの元に再三届いていた督促状を彼女はいつか払うからと思って開けもせずに捨てていたのだ。これ以上支払いを無視するなら差し押さえるという封書も来ていたが、それさえも目を通していなかったのである。居づらくなったミキナは退職した。差し押さえの噂も一気に広まり、彼女の持ち物マウント自慢は地に落ちた。いいものをいっぱい持ってていいなって思ったけど、全部見え張って買ってたなんてね。でも私たちと同じ給料であんなリッチな生活はできないよね。ミキナって誰に見せびらかすためにあんなにいろんなものを買ってたんだろうね。誰に見せびらかすため？私は本当に今まで買っていたブランド品が本当に欲しかったの。大して欲しくもないのに、みんなから羨ましい、素敵って言われたいばかりに、何でもかんでも手に入れようとしていたんだわ。ミキナは借金返済のため、持っていたブランド品を全て売り払った。全部で買取額が2万5千円？まあ、そのくらいにしかならないんですね。しかし返済に当てるには全く足りず、現在は仕事を掛け持ちして数年かけて返済している。あれからミキナは SNS も全てやめてひっそりと暮らしている。彼女は今でもどうして自分があんなにも持ち物でマウントを取っていたのか思い出せないでいる。